記念すべき第1回はシャドークイーンのポテトサラダだったんですけど、同じく色付きじゃがいもは実力者が勢ぞろいしています。その中でもまあ美味しいというのがこのグラウンドペチカです。このグラウンドっていうのが、これはまあ地べたですね、地面。そしてこのペチカっていうのがロシア式の暖炉になります、ね、イコった石炭のような赤黒い塊が土の中から出てくる。いいえて妙ではありますが、実はこのグランドペチカ、別名デストロイヤーと呼ばれています。正式名称はグランドペチカですよ。なのにデストロイヤーと呼ばれてたということは、それはまあ大人の事情で名前が変わったのかもしれませんね。でね、デストロイヤーといえば大人気の覆面プロレスラーだったデストロイヤーさんですね。惜しくも去年88歳で奇跡に入られましたが、確かにこの熊取りの入り方は、まあ、デストロイヤーさんっぽいと言われれば、なんかそんな感じしますね。でこれ Amazon ショッピングのページでちょっとデストロイヤーさんのマスクどんなんだったかチェックしましょうね。でこれね、こっち1万1000円しますね。でもこっち、まあ、10個でせいぜい200円ぐらいですよ。ということで今回もお手軽にこれでプレミアムフライドポテトを作ります。こちらは洗ったじゃがいもです。でどうせ茹でるのでざっと洗っておけば結構です。これを鍋にこう敷きます。そしてひたひたまで水を入れて、あとは茹でるだけです。茹で時間は30分ぐらいでした、このサイズで。で、中まで火が通ったか、竹串がまあスッと入ると。まあ、ちゃんとできてますね。で、これを熱々のうちに、この皮を剥く。デストロイヤーの覆面を剥いでいきます。中身は栗のような濃い黄色をしてますね。これ、茹でたてが、皮を剥きやすいとはいえ、これすごく厚いので、まあ、包丁を使って剥いてもらうといいですね。で今度はこれを食べやすい大きさに切っていくんですけども、これかなり厚めに切ります。まあ、だいたい1センチ、1.5 センチぐらいですね。これがプレミアムポテトというゆえんですね。でこれをサラダ油と、オリーブオイル、オリーブオイルの方はピュアオイルの方ですね、これを半々にしたもので揚げていきます。やや高温で揚げてますね。多分180度ぐらいいってると思います。しっかり茹でてありますので、もうこれは一度揚げで OK です。表面が色づけばそれでよしと。ここ見ていただきたいんですけども、この表面がカリッと揚がったところ、ここが層になってちょっと剥がれかかっているの分かりますかね。このレイヤーになっているところがね、ものすごく美味しいんですよ。で、なかなかうまく他の品種では、ここまで形が上がらないですね。グラウンドペチカならではの、本当にいい揚げ上がりですね。はい、きつね色よりももっと濃い、まあ、柴犬色と言われているぐらい本当に綺麗な色に上がりました。はい、残りもどんどん揚げていきます。そして、盛り付けです。盛り付けはもう適当に並べてるだけですけども、この輪切りにしてる、そしてあのなんか模様が浮いてるってとこがポイントですね。で塩を振りまして、はい、ここで出たのがシラチャーですね。
これは甘辛いタバスコ、まあ、ガーリックの効いたタバスコみたいなもので、そこにケチャップを入れてこれを混ぜてソースを作ってます。マヨネーズも添えておきましょう。そこにブラックペッパーを少し振りかけて完成です。今回は本当にシンプルに芋を揚げただけという、そういう回でしたけどね、他の品種でもこのやり方でやると実におもろい食感になります。ちょっと見ていただきましょうかね。カリッカリに揚がってるんですけども、この部分後取りなんでもう食べてしまってて恐縮なんですけど、これ見てほしいのがこのね、レイヤーですね。金つば並みに外と内にもう完全なもう層ができているんですね。はじめに焦げ目の香ばしさが口に広がって、すぐに追いかけるように芋のコクがじんわりと口の中に染み渡ります。しかしまあ今回はデストロイヤーの異名を持つグランドペチカだけに、揚げたては熱々で破壊力も抜群です。